さんの紹介をちょっとしていきたいと思います。まずこの伊藤ライフのチャンネルはおそらくヒロシがいないともう成り立たない。入り口がやっぱり藤本ヒロシにもうなってしまってる。今後もよろしくお願いします。リーフグリーンからの付き合いなんですけど、出会いとしてはヒロシさんの作ってたパワプロのニコニコで見たんだかな、最初は若おかみさんの、この町若おかみさんの動画からめっちゃおもろいってなって連絡をつけて仕事してもらうことになったんですけど、そのジンの BGM でねあお前かってなるやつ。やっぱ YouTube トップに訪れた時に動画1本2本を探すじゃないですか。ライブの2時間とか1時間の動画はやっぱクリックしづらいので、そこでこう10分とか8分とかの動画があるとやっぱクリックはしやすいじゃないですか。じゃあその動画が抜群に面白いからあんだけこう再生数とかチャンネル登録者数とかが上ってくれてると思うんですよ。ほんと仕事頼んでよかった。1週間1回伊藤ライフの動画の仕事を振られるのにずっと付き合ってくれてるっていう、その人間耐久力みたいなのがすごいのよ。あ、いた、ヒロシいた、ヒロシいた、囲め囲め、みんな囲め。お疲れ様よ、本当に。しゃーないというか、むしろ、今やってくれてよかったまであるよ、本当。トラブルというのは。最終回終わってからでよかったですよ、本当。ちゃんともうギャラも、支払います、頑張ります。藤本ヒロシ動画はやっぱりテンポの良さ。だって僕の配信4時間あんねんで。テンポが小気味よくてさ、変な演出とか動画素材とかいっぱい入るやん。あれめっちゃ好きなんですよね、僕はね。ずっとオーダー通りやってくれてるわけですよ。切り抜き動画作るんじゃなくて、伊藤ライフの配信を素材にして、10分の動画を作ってくれ、みたいなことでずっと一番最初に言ったんですけども、それをやっぱ未だに続けてくれてるから、ありがたいですよね。なんて重い仕事やねんって話ですけど。ヒロシなんかいいもん食って休んでくれ。とりあえず一部に使ってください。あー、わかりました、任せてください。ヒロシの、恋国大に変わりますかね、この500円は。恋の洗い代ですかね。あれ、経費として僕はギャラを支払った方がいいと思います。面白いし見やすいんだけど、いや、そうなのよ。飽きへんもん。切り抜き動画じゃないやん。そうやね、切り抜き動画じゃないのね。めっちゃ味付け足してあるやん。あれは、伊藤ライフマッドなんですよ。そう、明らかに他の切り抜きとは違うんですよ。だってさ、牛丼食った後にさ、カメラがパンして、タケノコの砂糖をドーンですよ。他の人あんなん絶対せえへんって。そして次、マキーン、塩崎さんですね。塩崎鮭太郎先生。頼りすぎてやばい。サムネでしょ？オープニングアニメでしょ？ラインスタンプでしょ？で、ふとした瞬間のサムネに使ってる伊藤ライフ素材とかもそうでしょ？間違いなく僕より伊藤ライフを書いてるんですよね、塩崎さん。で、グッズでしょ？同人誌でしょ？おしゃけ様のおかげで、ライフ先生の配信がいかに盛り上がっとるか。